闇に飲まれた桃同士の心は届かないジャンヌちゃんの声、巨大なる神々が今降臨する。大和小を兼ねるって言葉は大好きだが、こいつはちょっとデカすぎるぜ。第11話楽園、そしてもしかしてこれはおっぱいの話なんかしてる場合じゃなかったりするのか。